こんにちは、トヨハッピーです。今回の動画はこちら、ミニプラ手裏剣合体シリーズの2弾、バイソンキングです。今回全部で4種類。まずは1番のバイソンキング A、 ロデオ丸と武器、そして下半身、こちらのパーツになってます。シールは銀ピカ。はい、今回のバイソンキングはロボ形態、そしてバギー、さらにはキング手裏剣陣に合体です。はい、中を見てみるとすごい鮮やかな水色のランナーですね、と白のランナー、こちらのパーツですね。あとはトリセツとシール、こちらはシール少なめ。いや、キング手裏剣陣の合体方法も書いてます。期待感がものすごく高まりますね。基本的な変形方法はデラックスと同じみたいです。さあ、そしてこちらが2番バイソンキングの B、 バギーの上半分、まあ、ロボ形態でいうと胸部、上半身でしょうか。さあ、クロップとかやってみたんですけど結構難しいですね、これよっ。はい、こちらが中のパーツです。黄色いランナーと茶色のランナー、そしてシール、トリセツとラムネです。結構ロボ形態の色に忠実ですよね。まあこれはシール多めなので大変そう、頑張って貼りましょう。続いて3番目、バイソンキングの C、 お供人手裏剣のスター忍者とバイソンキングの両腕です。さあ、こちらも中身は、はい、赤いランナーと茶色いランナー、赤いのはもう車輪ですね。結構パーツは少なめで、うわー、シールが多い。そして4番、バイソンキングの D、 こちらは両足です。この4体でロボの完成。さあ、赤いランナーと茶色いランナー、これもパーツは少なめです。さあ、気になるシールはどうでしょう。少なめです。はい、というわけで作ってみました。こちらが下半身とライフル、白一色です。はい、こちらがロデオ丸、水色一色ですね。非常にちっちゃくて可愛い。さあ、そしてシールを貼った状態のものがこちら、足とお腹、胸パーツ、そして顔がシールです。作るのが簡単なんですけどね、シール貼って圧着させるのがなかなか大変です。また例のごとく綿棒で押し込んだ感じですね。さあ、可動は座った体勢を取らせて手裏剣陣にくっつけようとしてもうまく収まらないんですよね。背中に突起があって手裏剣陣側の受け側とはめ込むとこの位置で固定なのですごく不安定です。不格好になりますね。そしてこちらが2箱目、バイソンキングの頭と背中です。はい、そして気になるキング手裏剣陣の顔、こちらになります。ちょっと見づらいでしょうかね、大丈夫かな。結構可動部分が多いのでポロポロと取れたりあちこち動くので細かな調整が必要だったりします。こちらが牛、はい、シール貼ったバージョンがこちらです。キング手裏剣陣の裏のパーツが思いっきりなんかワッフルみたいです。はい、こちらも気になるキング手裏剣陣の顔はシールで表現です。ちゃんとロデオ丸の両手もシールで表現されてます。はい、ここら辺はチョコレートワッフルです。続いて3つ目が両腕です。こちらが組んだ状態ですね。はい、この車輪なんですけど回転がすごくいい感じで回るんですよ。この辺がすごくお気に入りです。はい、そしてシールを貼ったバージョンがこちら、ちょっと反対の手ですけど、はい、拳の部分はシールで表現、その他肩部分も一部シールで表現です。もう一個のパーツがお供人手裏剣のスター忍者、こちらブレード部分の5枚もシールで表現、顔パーツと平面なところもシールで表現です。はい、そしてラスト4つ目が両足です。こちらが組んだ状態、こちらの2つが入ってます。転がし走行可能な車輪がついてます。
そしてここのでかいタイヤもいい感じで回ります。シールを貼ったのがこちら、金色部分がシールでの表現です。それではまずバギーモードへ合体させていきます。背中にロデオ丸の両手のジョイントを合わせてはめ込みます。はい、続いて下半身太もも部分と足パーツをジョイント、左右両方とも取り付けします。お、だんだんできてきたちょっと嬉しいんですよね。ここを広げてつま先パーツを畳んで反対側も同様の処理をします。これでバギーの後輪部分ですね。そして下半身と黄色い上半身パーツをジョイントします。はい、続いて右パーツ、腕ですね、取り付けです。ねじ込んで止めてちょっと肘から内側に折り曲げる感じになります。ちょっと曲がりづらいんですけど これで OK でしょうかね。はい、その後は牛の上半身をジョイント合わせて止めます。ジョイントはここの1箇所と、あとは後ろの方、足のちょうどふくらはぎのところに止まるジョイントが2箇所ありますので、ここですね、この穴に止めます。まあ、3箇所止めなので意外としっかりと固定はされます。いや、このパーツを取り付けるだけでもだいぶ形になってきました。そして車両後方にお供人手裏剣を取り付けます。最後にライフルを車両の側面に固定します。これで完成、バイソンキングバギー。はい、続いてはバイソンキングへチェンジしましょう。はい、まずは牛の背中部分、ロデオ丸ごと取ります。そして側面のライフルも取り外しますよ。まあ、ここでの変形は主につま先だけですね。つま先パーツを出して車輪を折りたたみます。結構こうカチカチカチっと動くので気持ちよかったりしますね。はい、これでほぼ完成です。あとは折り曲げた両腕を伸ばして、ああ足取れたよ。ここで先ほど外した牛の上半身を大きい凹凸ジョイント合わせて止めます。後方についているお供人手裏剣を取り外して顔パーツを90度展開します。この手裏剣をロデオ丸の背中に合体。これで完成、バイソンキング。もちろん両方の手にはこちらのライフルを装備させることができます。やはりミニプラならでは、肩の軸だけじゃなくて肘も動くので結構いい動きがつけられます。そして足部分も股関節と膝稼働するので接地性も高かったり、さらにいろんなポーズもつけれますね。やはりミニプラならではの可動域とプロポーション素晴らしいですよね。ただやはりシールっていう特性上、あんまりガシガシ遊ぶと剥がれちゃうので、まあ、ペイントとかもうほんと飾る用ですね。遊ぶんだったらシール貼ってない方でガシガシ遊んでます。はい、続いては一番メインとも言うべきキング手裏剣陣に合体させたいと思います。まずはダンプ丸、手裏剣陣の右腕にこちらのバイソンキングの腕を取り付けます。そして拳を引き出します。はい、続いてはドラゴ丸、こちらの拳にバイソンキングの腕パーツを装着、持たせて拳を引き出します。続いて腕パーツを90度に折り曲げ、これで完成ですね。はい、続いて牛の背中、顔部分取り外したものにお供人手裏剣の忍び丸をロデオ丸の背中に取り付けます。赤のお供人手裏剣の上にバイソンの首、
花輪を取り付けます。はい、続いては胸パーツ、こちらを180度くるっと上に回してキング手裏剣陣の顔が出てきます。一番てっぺんにスター忍者のお供に手裏剣を取り付け、はい、続いて右腕を合体させます。左腕も合体させます。バイソンキング右足はまずこちらのかかと部分を展開、180度展開してつま先を折りたたみます。これで完成ですね。ここに手裏剣陣の右足をかかと部分のジョイント合わせて合体、反対側も同じ変形でかかとに合体、2つの武器を連結させます。そして両サイドにドラゴマルの翼を取り付けます。反対側にも同様に取り付けますね。これで完成。これで2体のロボが合体完了。キング手裏剣陣、余ったパーツはお供人手裏剣のドラゴマルだけですね。さあ素晴らしい。好き嫌いが分かれる体型だと思いますけど、個人的には全然ありだなと思います。ただデラックスでもちょっと触れたんですけど、ロデオ丸の足が気になっちゃうかなって気はしますね。はい、というわけで今回の動画はミニプラの2段バイソンキングでした。税抜き350円の銀ピカシール、タンクアップは痛いけどなかなかかっこいい一品です。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。